はい、どうもタンタンです。今日はですね、ちょっとうちの方でオーダーをして作りました。こちらのカスタムモデルアストリアスですね、トラッドディリベレンスのカスタムモデルで、ジャーマンスプルーストップですね。そちらも選定したジャーマンスプルースとサイドバックがハカランダのモデルになりますね。見た目こういった感じの独特のね、ちょっと見えるかな、ハカランダらしいこういった独特の木目の出た、はい、こんな感じですね。サイドバック、はい、こちら側がこんな感じで、はい、独特の木目の出た一本となっております。これ、まあ、材料の方をね、とにかく本当に選定してきて、まあ、ハカランダもいいものがあるということで選定をさせていただいて、なおかつその時にですね、あのジャーマンスプルースもやはりいろいろとレギュラーのシリーズでもジャーマンスプルースはアストリアス結構使っているので、かなり種類はあるんですけれども、まあ、その中からできるだけね、こう均一で、目の通ったね、綺麗な木目のものを今回ちょっとチョイスしてきて作ったというような感じのモデルになってるんですけれども、やはりこの音の面ですね、かなりこうしっかりした音っていうかな、はからんだ独特のこう張りのあるきらびやかな音っていうのが非常によく出てるかなと思いますので、そのあたりちょっと弾き方なんかも含めて音を出していこうかなと思っておりますけれども、とにかくこう軽くこう弾いただけでもこう音の迫力っていうか、そういうのが非常によくわかるんじゃないかなと思いますね。この辺りで弾くと、かなりこう音のバランスが良くて、しっかりと箱なりも感じられてボリュームがある、そんな感じです。でもう少しこの辺でいくとね、少しマイルドな感じになりますよね。ちょっとブリッジ寄りでね、こうアタック強めにこう弾いたりすると、こうより華やかな感じでこう、まあこうハカランダのね、こうカシッとした硬質なライトな音っていうのがすごく感じられるのは、この辺りで弾くと非常にその辺感じられて。何にせよそんなにこうアタックをね強くしなくても、しっかりとこう張りのある、響きになりますよね。ちょっと低い位置が変わるだけでもかなりこう、もともとこうボリューム感もあって、あの音が非常にパリッとしっかりと出るので、こうちょっとしたこう低い位置とか弾く強さのニュアンスもね、しっかりと再現してくれる、そんな、なりの良い一本が出来上がったかなと思いますね。このしっかりとコードをこう弾いてもですね、
感じで、サステンもやっぱり非常に長いですし、ストロークで弾いても本当に楽しめる一本かなと。指でこう、例えば本当にこう指の腹とかでね、もちろんこう爪を使わないでこう弾いた時なんかには少しこうはからんだ、でもアタックがねこうちょっとマイルドにはなるんですけれども、こう音がねこう曇った感じとかくすんだ感じっていうのはやっぱり全然なくて、こう柔らかいタッチで弾いてもあのハイポジションの音なんかも非常にクリアに綺麗にこの辺の、ね、音なんかも出てくれるので、どういったスタイルでも、かなりこう使えると思いますね。やっぱりもちろんこうピックでねこのハイポジションのあたりクリアなカツンと抜ける感じの音っていうんですかね、そういうのがすごく、はからんだらしくていいんですけれども、ちょっとマイルドになったこういう指で弾いた音なんかも非常に綺麗なので、アルペジオなんかで、スリーフィンガーとかねそういった感じで弾くのも非常に、楽しめるんじゃないかなと思います。やっぱりローズウッドはローズウッド、普通のねインディアンローズウッドはローズウッドで、もうちょっとこう低音がねこうずしっと重い雰囲気、それはそれでやっぱり非常に良いですし、そういったのが好みの方も多いと思うんですけれども、こういったすごくメリハリがねあるハカランダのこうカツンとくるような鳴りっていうのも、ね、やはり捨てがたいところもあって、非常にこのハカランダモデルは、まあ、ちょっとね材料がねかなり希少にはなってきてるので、価格はこちらのモデルにしてもやっぱりちょっと高価にはなるんですけれども、やっぱりそれでも、それなりに価格に見合うこの他にはない音色っていうのがあるかなと思います。本当にサステインがね非常に長くていいですね。なかなかやっぱりカスタムオーダーという形でねやってこないと、こういった楽器っていうのはそう出来上がってはこないので、今回もこちらのモデル大変おすすめとなっております。はい、ということでこちらの方ですね、アストリアスの、当ショップのカスタムオーダー品になります。トラッドディリベレンスを元にして作ったカスタム品、ジャーマンスプルーストップ、このトップ材も、選定品です。そしてサイドと、バックにはブラジリアンローズハカランダを使った、こちらのモデルですね。木目本当に独特のハカランダらしい板目ですね、これね。はい、となっております。ぜひね、なかなかアストリアスとはいえハカランダもね少なくなってきてるかなと思いますので、ぜひこういったドレッドノートスタイルで絡んだね、こう迫力ある音が欲しいなと思ってた方はぜひこちらでご検討の方いただければと思います。それではタンタンでした。